どうもナウチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はカリナがいい感じに仕上がりましたので紹介していきたいと思います。基本的には主人公を使っている人が多いと思うんですけども、主人公以外もかなり強いのでぜひ試してみてください。カリナはですね、必殺技特化にするとものすごく強いです。で、使い勝手がいい。装備など紹介しますね。まず精霊器、装備しません。カンナギのまんまで、使ってください。これが一番いいかと思います。で、アビリティですけども、必殺技ダメージと攻撃力を上げる装備をつけてください。必殺技ダメージとか、意気揚々、あと豪快ですね。ここあたりが、重要です。で、サボテンソウル、これは絶対装備してください。5秒前に SP を 2% 増加する、アビリティシードなんですけども、サボテン君を38体見つけると入手することができます。んで、そしてこれがね、希望の絆、これが結構重要かなと思います。バルのパラメーターを自身のパラメーターへ上書きするっていうやつで、バルを力がめちゃくちゃ上がる職業に変えて、で、これをつけてください。そうすると攻撃力がかなり上がりますので、必殺技ダメージもつながると思います。はい。でもって、エレメントボードですね。エレメントボードは、まあ、必殺技に関するものと、SP に関するもの、それを、重点的に上げてください。ウンディーネですね。で、これで、与えるダメージが 25%。上がりますし、炎のやつでサラマンダーか、刀身の気迫で、これでさらに SP を5秒前に 2% 増加することができますし、鳳凰で必殺技発動後 SP を 20% 増加、まあ、こういうのが結構重要になってきます。で、もう一つ重要なのがあったんですけども、敵を倒したらばSP が回復、あったな。これですね。敵を撃破したときに SP を 4% 増加するというやつです。この SP 系を必ず上げるようにしてください。はい。まあ、こんな感じの構成で一度戦っていきましょうか。もうとにかく必殺技をぶっ破していくだけです。戦いながら HP100% のまんまぶっ破する。そうすると、まあ、3万とか2万とかかなり高ダメージを与えることができます。で、サボテンソウルとかをつけてますので、敵と戦わない時でも、5秒前に SP が回復していきます。うん、これがねかなりいいんですよ。まあ、敵を、まあ、攻撃した時ももちろん捕まりますし、何もしない時であってもSP が溜まり続けるので、必殺技をね、ものすごく打ちやすい。で、敵を自分で倒すと、仲間が倒してもいいのか。SP が溜まりますので、まあ、それで、まあ、2回戦うと、1回は必殺技を使えるようになると思いますので、まあ、それでガンガン進んでいくっていう感じです。HP は、100% を維持してくださいね。必殺技が使えるようになったらば必殺技をぶっ壊す。かなりね、使い勝手がいいので、なんか緊張してきた。おすすめです。まあ、他のキャラクターも、使いやすいキャラクターいるんですけども、この必殺技でね一気に攻めていけるっていうのはいいかと思います。で、HP 減ったらば、回復してください。ちょっとは成長できたかな。HP100% の時に、最大火力を出しますので、必ず HP を 100% に、維持しながら進んでください。まあまあ 100% 維持しなくても1万以上のダメージは与えれるので、まあ、全然大丈夫とは思うんですけどね。まあ、特にボスと戦う時なんかはダメージが重要になりますので、必ず HP100% にしてから、戦うようにしてください。撃つようにね。まあ、それがカリナの戦い方だと思います。
あと1回戦おうかな。まあ、ちょっとサブ戦をね、探すのは結構面倒ではあるんですよ。うん。まあ、面倒かな。でも、この、うわ、ものすごく強いね。絶対に強いようにしてください。私と戦うのはまだ、あれも装備して、だいぶね、この戦闘が楽になったんだよな。うん、特にこのカリナでの戦闘がかなり楽になったので。よし、あお、 100% じゃないけども1万以上は与えることができます。うん、まあ火力がだいぶ減るけど、まあ、こんな感じです。はい、カリナぜひね、強いので使ってみてください。おさらいですね。まあ、とにかく必殺技のダメージが上がるようなアビリティシードの編成をしてください。必殺技ダメージであったり、あと豪快とかですねをつけて、でサボテンソウル、これは絶対に必要です。でおすすめは、希望の絆ですね。バルのパラメーターを、自分に上書きするというやつで力がものすごく上がります。でもってエレメントボードですね。エレメントボードは SP に関するやつですね。 SP に関するやつを、必ず上げるようにしてください。まあ、サラマンダーかな。サラマンダーを、フルまで上げればそれで事足りますかね。うん、あとはダメージが上がるやつなんかをつけておいてください。はい、ということで今日はカリナの、おすすめの編成でした。ぜひ必殺技をね、強化して使ってみてください。めちゃくちゃ使いやすいと思いますよ。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。